福島の誇りを胸に戦いに挑む選手たち。福島ファイヤーボンズ、その闘志がプロバスケットボールの舞台で炎となり燃え上がる。 DJ リーグ開幕、福島から新たな歴史が始まる。バスケットボールで福島に元気、勇気、そして希望の光を。この時間はターキッシュエアラインズ BJ リーグ 2014-2015 シーズン公式戦ホーム開幕カード、福島ファイヤーボンズ対青森ワッツ、注目の一戦を郡山市郡山総合体育館から生中継でお伝えしていきます。解説は BJ リーグコミッショナーの河内俊光さん、実況は奥脇直人です。河内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ河内さん、新生福島ファイヤーボンズいよいよ誕生ということで、まあ、今シーズンどんな戦いを見せてくれるのか非常に楽しみですよね。そうですね。ただね、本当ね、思ったよりですね、チームがまとまってきてますよね。ただまだまだね、可能性がある、そういうチーム、ね、これから本当期待したいですね。はい。さあ、福島にとっての初めてのバスケットボールのプロチームとなりますファイヤーボンズです。そのホーム開幕カード第2戦、試合は1クォーター10分を4回繰り返して勝敗を決めることになります。現在は第1、第2クォーターの前半がすでに終わりまして、ハーフタイム中、白川出身のシンガーソングライターヤミーさんのスペシャルライブが行われているところです。さあ、あと13分ほどで第3クォーターが始まるというところです。得点は31-35、まあ、4ポイント福島がビハインドという状況です。そして会場には地元のチームを応援しようと、まあ、たくさんのお客さんが詰めかけて声援を送っています。この放送は郡山総合体育館から生中継でお伝えしています。この番組は FSG カレッジリーグとご覧のスポンサーの提供でお送りします。FSG カレッジリーグは福島ファイヤーボンズを応援しています。プロバスケットボール DJ リーグ新規参入、福島ファイヤーボンズ。焼き鳥居酒屋鍵屋は福島ファイヤーボンズを応援しています。子どもたちには自分の頭で考える力をつけることが大事なんだっていうことはもうしつこく今日伝えたい。知りたいからすべてが始まる福島民報。プロバスケットボール DJ リーグ新規参入、福島ファイヤーボンズ。フジゼロックス福島は福島ファイヤーボンズを応援しています。 BJ リーグ 2014-2015 シーズン公式戦ホーム開幕カード、福島ファイヤーボンズ対青森ワッツ、注目の一戦を郡山総合体育館から生中継でお送りしています。現在は第1、第2クォーターの前半がすでに終わりましてハーフタイム中ですが、得点前半終わりまして31-35、まあ、4ポイント差ということになっています。福島ファイヤーボンズが4点ビハインドという状況です。河内さん、はい、まあ、4点負けているわけですけれども、この点差状況どう見ますか？はい、いや、もう一心同体と一緒ですよね。一時ですね、2桁離れたんですけども、はい、そこからですね、ホームの福島がですね、こう追い上げてきて4点差で終わりましたね。いや、まあ全く分かりませんよ。後半が楽しみですよね。はい、はい、そうですね。はい、ホーム開幕カード、まあ、第2戦ということなんですけれども、はい、まあ、新規参入の福島ファイヤーボンズにとってはこれどんな位置づけの試合ということになりましたか？そうですね、はい、どうしてもですね、ホームで新規参入のチームってすごくですね、プレッシャー感じるんですね。そういう意味では昨日の第1戦も負けましたけども、自分たちのバスケットやってますよね。で、今日のこの第2戦、これね、勝ったらね、これ一気に行く可能性ありますよね。そうですね。そういう意味ではすごく大切なゲームですね。プレッシャーをぜひ力に、ね、変えてほしいと思いますね。はい、さあ、4ポイントビハインドということなんですけれども、では前半の戦いですね、 VTR を見ながら振り返っていきたいと思います。
さあ福島ファイヤーボンズと青森ワッツの第2戦ということで、まあ、昨日は惜しくも敗れてしまったんですが、まあ、今日にかける思いというのは福島ファイヤーボンズの選手たちみんな本当に勝ちたい、連敗はしたくないと思ってこの試合に臨みました。この第1クォーターですけれども、実は福島が2点リードして終えたわけですよ ね。 そうですね。特にあの福島の方は外国人の選手が非常に頑張ってました。あのね、シャノンね、いや素晴らしい活躍でしたね。そうですね、はい、あのオフェンスリバウンド、まあ、昨日も取っていたんですが、はい、今日もね非常にオフェンスリバウンド強かったですよね。そうですね、はい、本当に第1クォーターはね、シャノン、ヒューズっていうね2人の外国人選手がすごいいい活躍しました ね。 そうですね。まあ、一方でなかなか福島の方はスリーポイントが決まらないという場面が目立ちました。もったいないですね、ノーマークで打ってんですけどね、あのそこのノーマーク状態での、まあ、シュート、これを落とさないようにしないといけない、まあ、ミスを少なくしたい、はい、まあ、ここですよね。そうですね、これね、はい、1本入るとですね、はい、チームとして、ね、みんなが入るようになりますからね、最初に1本ね気持ちよく決めてほしいですね。そうですね。第1クォーターは18対16、2ポイントリードで福島ファイヤーボンズが終えたんですが、第2クォーターに入りますと青森のジーノ・ポマーレ、それからこの日本人の高橋選手ですね。いやーね、本当ね、はい、ノーマークはね確実に決めてました ね、 ね、あの本当にね、この点数今4点ビハインド、これはね高橋選手の、ね、得点で開いてるだけですよね。そうですね。青森の高橋選手は、2クォーター終わりまして11点ということで、まあ BJ リーグでも屈指のシューターということなんですけれども、まあ、高橋選手にやられまして、まあ、途中先ほどもお話ありました10点差がついたわけですけれども、まあ、そこから福島が追い上げまして第2クォーターが終わって4点差ということ で、ね、まあ、追いついてきたという意味では本当に前向きに捉えたい。いやもういい形でですね、後半にですね行ける、そういう準備ができましたよね。はい、さあこの4ポイント差というのは本当詰めてきての4ポイント差ですから、ぜひ第3交代以降ですね我々も見守っていきたいと思います。さて、まあ、その福島なんですけれども、それと青森のベンチの様子を伝えてくれるのは安西アナウンサーです。お願いします。はい、お伝えします。前半戦を終えまして選手の表情、正直ちょっと厳しいなと思う場面もありました。ただ退場する時の疲れというのはあまり見られませんでした。そして試合中なんですけれども、藤田ヘッドコーチ、オフェンスに関する指示を多く出していたように思いました。ただですね、ベンチから見ていても、あの一体感、チームの一体感というのがだんだん増していったというのはすごく感じます。今日も後半は期待したいなと思います。そして今日はですね、この新生福島ファイヤーボンズを応援してくれる素敵なゲストに来ていただいています。どうぞ。はい、刺激一本おたなみんし AKB48 チーム B のたなみんこと田辺美久です。はい、田辺さん、今日は応援のために来てくれたということで、はい、この会場の雰囲気いかがですか。すごい熱気にあふれていて、あの私も応援する気持ちに熱が入ってしまいました。前半戦ご覧になっていかがですか。はい、もうとってもなんかすごいファイヤーボンズがこう攻められているときはもう胸がドキドキしながら見させていただいたんですけど、もうこれから次の試合も頑張ってほしいなと思ってます。はい、そのファイヤーボンズを応援するボンズポーズ、私たちしっかり覚えてきました。はい、せーの、いきましょうか。せーの、レッツゴーボーン。はい、大きな声援をよろしくお願いいたします。さあ、それではここで前半のスタッツ結果をご覧いただきたいと思います。これが前半ですね、2クォーターまで終わってのスタッツになりますけれども、さあ、ポイント2ポイントの数、それから3ポイントの数ともに青森がリードしています。それからフリースローは福島の方が上回っています。その他リバウンドが青森、チームファール数は青森の方が多いというこの結果ですけれども、はい、いかがでしょう。やはりですね、両チームともですね、やっぱ相当ですね、ディフェンスの方が、うん、あの有利な形になっているかなと。で、スリーポイントの数がですね、両チームとも少ないですよね。はい、このスリーポイントが決まりだすと得点もどんどん伸びていくということになりますよね。ただ今ね、ディフェンスがオフェンスを両チームとも上回っているという、そういうですね、スタッツ数字が出てますね。そういう意味では両チームとも、まあ、ディフェンスからリズムを作ってオフェンスに行こうという、そうですね、はい、形が見てくれますかね。はい、はい、後半戦が非常に楽しみです。この放送は郡山総合体育館から生中継でお伝えしています。